スタジオには外交・安全保障に詳しい明海大学小谷哲夫教授にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小成さんにお話伺う前に、まずはウクライナ国内の状況を見ておきます。南部から行きましょう。ロシア国防省は15日、南部のヘルソン州全域を制圧したと発表しました。北部に行きまして首都キエフです。 こちらについてアメリカ国防総省の分析では地上から迫るロシア軍の前進はほぼ見られず一方、長距離の砲撃が増えているということでこの写真にありますように15日も集合住宅が砲撃され4人の犠牲者が出ているということです。そしてキエフには日日日本時時時時間間ののの今午午前3時から明日の午後2時までという35時間の 外出出禁止令というものが出されました小谷さん、この外出禁止令というのはどういうういい意味があるんでしょうかはい、あのキエフに対するあの全面的な攻撃が今あの、予想されておりますけれども、はいえー、それに備えてあの先遣隊が入って今、キエフであの工作活動をしていますで。ウクライナ軍としてはこのロシアの先遣隊に対する、まあ、相当作戦を行っているわけですけれどもそれにこう市民が巻き込まれないようにと。 いうことが主な狙いだと思います。工作というのはその様々な情報を得たり、えこの後入ってくる地上の軍に対して、ま情報活動をしてよりまあ効果的に攻撃ロシア側がですねするためのまあ情報作戦ということですか。はい、あの情報収集をしてどこをあの攻撃するべきか、どこにその政府関係者がいるか、そのようなあさ活動をしています。それを相当するための外出禁止令という意味合いがあるということです。 さて、えー、来週、ヨーロッパを訪問しますアメリカのバイデン大統領この狙いについてここからは小谷さんにお伺いしていきますがこの狙いを読み解く上でまず小谷さんが注目したのがこちらです、はい、ヨーロッパの地図が出てきました、えー、3カ国の首相列車でキエフ入りとありますポーランド、チェコそしてスロベニアの首相が15日、ウクライナに入りましてご覧のようにゼレンスキー大統領と会談をしました。 ここではウクライナへの支援ロシアへの制裁強化などが話し合われたということです。小谷さん、この動きの意味改めてどんなふうに,ご覧になっていますか、はい、あのこの3か国は、えーま、EU の加盟国であると同時に NATO の加盟国ですであのやはりこの東ヨーロッパというのはこのウクライナで行われている、ま、戦火その火の粉が降りかかるかもしれないということで。 あの非常に危機感を持っている国ですでまたこれらの国々はウクライナが求めている戦闘機の提供であったりあるいは飛行機移区域の設定に関しても前向きなんですね。でおそらく今回はあの、まあ、鉄道でわざわざええ行くことによってまずウクライナに対する連携を連帯感を示すとともにほ、まあ、他の NATO 諸国に対しても もっとウクライナに対する支援を積極的にやろうとそういうメッセージを出そうとしたというふうに考えられますこのヨーロッパの中でも東と西の温度差についてはどうですか、はいあのまあ、東はやはり今申し上げた通りあり自分たちにいつ被害が及ぶか分からないという危機感がありますがあの西ヨーロッパは えー、むしろこの紛争に巻き込まれたくないというふうに考えていますのでやはりあの温度差がかなりありますであの今回はその東ヨーロッパの方から西ヨーロッパにも対してもやはりあの一致団結してウクライナを支援しようとうそういうメッセージを出したたかったんだと思います戦闘機ってこの3カ国っていうのはこの国がっていうのは何か意味あるんですか あのえポーランドはあのえ旧ソ連の戦闘機を持っておりまして、はい、これをウクライナには提供したいわけなんですが、うん、えそれをやってしまうとえ NATO が直接戦争に関与したということでロシアの反撃を受けるかもしれないそれをあの恐れているのが今のえ実情ですより危機の切迫度が違うというのはあの東西、西まさに NATO 加盟国の中にもあるということが小松さん、1ついいですか。はい あの今のお話を伺っているとですねその3カ国の首脳がその戦闘状態にあるキエフに入っていく、わざわざこれオンラインでやろうと思えば会談できるのにもかかわらず直接入っていってでこれ列車で行ったとしてもですねキエフからゼレンスキー大統領がいる場所に行くには当然、車で移動したりするとなると爆撃を受けたり銃撃を受けたりというような。 危険さえある中で直接会いに行ったというこれはの今のお話の中で東ヨーロッパと西ヨーロッパの NATO の,の温度差というものもこれあの連帯を示しに行く支援を伝えに行くという以上のもっとシビアなものをその空気感みたいなものをゼレンスキー大統領に伝えに行ったというような可能性はないでしょうかえあの当然、あのまあ、ゼレンスキー大統領に対しては 自分たちもあの、まあ、運命共同体だというそういういメッセージを出していますしあのゼレンスキー大統領もわざわざ危険を犯してきてくれたことに、まあ、敬意をあの表するというような発言もありました、えー、で,でも、この直接危険を犯して、えー、この東欧三国の首脳が行ったということを見せることで、うん、西ヨーロッパの首脳に対してもやはりこのウクライナの問題他人事ではないというメッセージを出したかったんだろうと思います。なるほど さあ各首脳の動き出てきた中でいよいよアメ,リカですアメリカのバイデン大統領は来週ヨーロッパを訪問しましてベルギー・ブリュッセルでの NATO 首脳会議に出席することになっています。 ここで EU 首脳と会談などを行うということになっていますが、まあ、NATO のリーダーたるアメリカが動くということなんですが小谷さん、このバイデン大統領のヨーロッパ訪問の狙いに小谷さんは NATO の結束強化の思惑があるというふうふにおっしゃいますが改めてこの狙いいをお願いします、はい、あの今あのお話ししました通りやはり NATO の中も危機感、切迫感とい,いうものに関してはあの温度差があります。 えー、そして、一番あの不安なのがいざという時に本当にアメリカは助けてくれるのかということです。であの先週、副大統領の、えー、カマラ・ハリス氏もこのヨーロッパに派遣しましたけれどもやはり大統領が直接、えー、対面で、えー、NATO の首脳それから EU の首脳に会うということでアメリカはあのいざという時は必ず、えー、そのヨーロッパの防衛に当たるんだというそういう決意を示して ヨーロッパの団結をさらに促進するとともにやはりロシアに対するけん制をするそしてウクライナに対しても支援の意思を示すということになると思います。もう一つアメリカのブリンケン国務長官も15日またモニターをご覧いただきますか CNN の番組に出演しまして NATO の今お話にありました首脳会議にてロシアに対して最大の圧力をかけるというふうふに語っています。 ただ小谷さん、ここまで我々3週間あのロシアの侵攻を見てきた中でやはり NATO、そして西側ましてやアメリカ、まあ、武力で介入できないということがよく分かったわけでじゃあ軍事同盟たる NATO の各国の首脳が集まってアメリカも入ったところで実際何が手を下せるかというところにはどうしても疑問符がつく気もいたしますこれ実際何かが起こるというふうに思われますかあのこれは新しいことをするということではなくて あの今まですでに行っている軍事的な支援それから経済的な支援を継続するということですでこのブリンケン国務長官の発言の裏にはあの軍事支援をしたことでロシアの侵攻を遅らせることができているそれからロシアの経済にダメージを与えることができているということですのでこれらを継続していくことでプーチン大統領が戦争を継続できない状況に追い込むそれをあの来週の NATO の首脳会談で示すということになると思います。